それでは今回も MOD 初心者講座を実際にやってみます。今回は MOD レイアウトを実際にやってみます。モデリング編で作成していたモデルをすべて MOD で開きます。そして新しく新規でシーンを作成してください。これまで作成した MOD のシーンファイルをファイルメニューから開くで読み込んでいきます。すべてのシーンファイルを読み込むことができました。ファイルメニューから新規を選択し、新しいシーンファイルを開きます。作成したメッシュを新しく作成したシーンにドラッグ&ドロップで移動させ、一つのシーンにまとめます。モデリングしたシーンのメッシュアイテムを選択し、新しいシーンファイルにドラッグ&ドロップを行います。新しいシーンファイルにすべてのメッシュを読み込むことができました。すべてが配置されたシーンを別名で保存します。モデリングしたシーンは閉じてください。ファイルメニューから保存、名前をつけて保存しておきます。新しいシーンファイル以外のシーンファイルは、バツ印で閉じておきます。3D ビューポート右上にある歯車のアイコンをクリックし、3D ビューポートのプロパティを開きます。表示属性のタブからセンター表示をすべてにします。アイテムリストからテーブルのメッシュ以外非表示にします。テーブルのメッシュアイテムを選択し、ビューのメニューから、非選択を非表示を選択して、テーブルのメッシュアイテム以外を非表示にしておきます。編集メニューから、センターをバウンディングボックスへで上にします。編集メニューから、センターをバウンディングボックスへで上にします。プロパティでトランスフォームの位置を0にします。右下のプロパティパネルでトランスフォーム Y の値を0にします。カップと小皿のモデルを表示し選択します。カップとディッシュのメッシュアイテムを選択し、ビューメニューから選択を表示で表示させます。編集メニューからセンターをバウンディングボックスへで下にします。編集メニューからセンターをバウンディングボックスへで下にします。プロパティからリセット1を実行します。これで机の上に乗りました。右下のプロパティからリセット1。カップと小皿がテーブルの上に乗ります。トランスフォームを使いながら位置を調整していきます。カップのメッシュアイテムを選択し、W キーで移動ツールを起動します。ハンドルをドラッグして位置を調整します。
皿も同じように選択して、W キーで位置を調整します。ロールケーキはお皿に乗るイメージで少しトランスフォームで調整します。ロールケーキのメッシュアイテムを選択し、ビューメニューから選択を表示で表示させます。W キーで移動ツールを起動し、お皿の上に乗るように位置を調整します。フォークもトランスフォームで移動させます。フォークのメッシュアイテムを選択し、W キーでフォークの位置を調整します。ロールケーキのメッシュを選択し、複製タブから複製を長押しでインスタンス複製を選びます。ロールケーキのメッシュを選択し、左側の複製タブから複製を長押し、インスタンス複製を選択します。複製数は1でビューをクリックします。複製されます。スペースキーで確定してください。複製数が1になっていることを確認し、ビューポートをクリックします。複製されていることが確認できたら、スペースキーでツールを解除します。複製されたロールケーキをトランスフォームを使い配置します。複製されたロールケーキを選択し、トランスフォームツールを使って位置の調整を行います。うまく配置ができたら別名で保存します。これでレイアウトができました。次回はいよいよ VLAY での作業に入ります。